いただきます。アスは何やったかな、絶対来る、あ、何やった、名古屋の向こう何やったかな、あれ名前忘れたわ。本人の痛みが軽減されてきて笑顔が見られるようになった。おいしい。私の体を心配してくれている。そう、多治見、病人に心配されてるようじゃダメだな。多治見よ、明日は。そして入院してから2週間が経ちました。岐阜行くね、岐阜。こうやって起きてても、それが感じなくなかった。そうですか。感じてん？では、一時退院して、様子をもう少し見てみましょうか。何単線って？ただし、ただしです。少しでも単線、単三。絶対です。はい。痛みがなくなったのに、ちょっと穴が塞がったから。うんうん、毎日2リットル水を飲むよう先生に言われ、とりあえず退院することになりました。これですね。退院の喜びとともに、妻ひろみさんの抑えられない、藤子さんのために行くのに午前中退院